皆さんこんにちは。通信チャンネル500人突破ありがとうございます。いつもお見ていただきありがとうございます。今回から山並ペアマッチということで、島田さん主催の山並ドームで行われたペアマッチの大会をお送りしたいと思います。この試合解説動画つけることはできませんが、初めにチーム紹介だけしておきたいと思います。赤チームはタイガさんとリョガのチームです。このチームはこの大会で3位に輝きました。本当に勢いノリノリで、ロングタッチと合わせ球と大技をバンバン決めて、このペアマッチで中で暴れ回っていました。そんなチームですねのタイガさんっていうのはですね、小松島の中でもう大活躍している、若手の選手です。そしてリョガっていうのは、うちといいますか、ツーチャンズのチームの中でですね、もうエースを張っている選手です。それに対して白チームの米山さん、キムっていうのは、米山さんっていうのは皆さんご存知かと思いますが、小松島、タイガさんと同じチームの小松島でキャプテンをしているチームです。小松島のチームっていうのは本当に昔からね、ゲートボールが強くて、徳島県の代表するようなチームです。その中で米山さんは、今の時代のキャプテンを張っているすごい選手です。そしてキム君はですね、今は小松島から広島に出ていってますが、その中小松島の中でもレギュラーメンバーということで非常に上手な選手です。これからのゲートボール界を背負っていく若者同士の意地の張り合いというふうに見ていただければ幸いです。それではいぶき君の解説をと一緒に楽しんでください。なってますね。球行きましたね。球うますぎるうますぎる。それはこんなようわからんコードでマジですごすぎません。そんな4番アウトボールで控えますね。これは素晴らしい。6はパス、7はこれ7強いな。これ出たな。止まるか。これ出るかな。止まった。おお。量がヒヤヒヤ。この前ですね。5-7連携取れていいですね。あ。よくやりましたこれ。今のは量が悪ない。うん。コートがえげついんですよね、これ。8は通らない。9番が1ゲート通過。これが代わりに5の前に行ってあげますかね。5は単独だと通れないんで。ゲート行きそうかな。よし。おお。いやらしいとこに止まりますね、これ。これは荒れますね。あ、でも10番通過。これでも2と4がアウトなんで、10で当てれば白が序盤は制するんですけど、あの奥の壁に当たるぐらいにどんな感じになる曲がりが。結構いい感じに打ったけど、おお、うまい。割とまっすぐ行きましたね。10番第2ゲート通過。さあ、これ当てればでかいですね。うまい。
うまい、うまい、うまい。おお。さあこの角度、結構ちょっと難しい角度ですね。これはどっちか残りそうな。まあ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 、球が残りましたね。しかもこの場合球結構強いですね。まあまあでも十分十分。うちはパスかな。2番17いきましたね。あ、これはいいところ、急に狙われづらく中との連携も取れてる。4はあれアウトボールですね。これは6の受けかな。6、8が3つ以下なんで、まあまあでも確実に通ることじゃないんで難しい。1はあっちにチョイルしました。いやー出たな7番茶入り。これでもこれ8で通らないと逆に1と3も3つでかかなんで姫のちょっと勝負どころですね。これはかわいそう、これはかわいそうどうし、嫌なこともあった。しかも10で後ろ来れるんで。あ、これもったいない。これ10で別に後ろ拾えるんでここに止まっとくだけでいいんですよね。9は1の受けですね。まあでもゆっくり通る難しいから、まあまあとりあえずって感じですね。10と2が繋がってるんで。番にタッチ、うまい、当たったな。2-4をラインに控えさせますかね。うまい。これ7叩いとけばとりあえず2は4の前入るだけでいいんで。10は10に点か、いいところですね。1はパス、番は4番の前ですね。強いなこれ、大丈夫かな。まあ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 、左当てればなんとか前には出れそうだけど、後ろに5番がいるんでちょっと危なそう。ゆっくり通るむずいんですよねこのコート。置いとくかな。うまい、とりあえず前に出ましたね1試合目ですからねこれ。ああ、番台に入れた通過。10の前かな、8前、
構バラバラにしましたね。身を狙いつつ受けかな。中入りそう、これはですよね。だけどいいぐらいですね。奥が奥はまあ10の受けやけど、ちょっとまあ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 ちょっと弱いか。7は9の前ですね。でもこれは結構見えるか、ゲートが邪魔なるか。これはいや見えそうやな。8は2番の前かな。で1番通過だったから、それだけ怖いですね。ちょっと右にスライド。1の受けとかですかね。ただ、あーでも通らんかったら2回逆に後ろ向いてるんで、これはちょっとハイリスク入りターンですね。あー結構ラーメンがいいんですかね。すぐ行ってる。すごいなこの人。えぐない。このコートにそんな当たる。人工芝ちゃうんやけど、これ2番はクソでかいっすよ。惜しい。まあ10にタッチ。でも10番どれ合わすか。見えてるのかな。クーパーしてもいいけど、まあ、見えてないな。よいしょ。10番アウトボール。いやでもすごいな。僕の心のヒーロー大河くんです。で、1の受けに行きましたね。次は3ゲートにいる4番の前に。結構伸びたけど、まあまあ、まあ、タッチ範囲ちょっとまあライン向きですけど、まあ、いけそうっちゃいけそうですね。1メーター着。いや通ったな、でかい。これここで通るか通らんかでだいぶ変わってきますね。5番にタッチ。6が出てるんで、ここに57で連携をしとけば。あ、まあ1で行くんかな。これでも7取っとる方が。ちょっと話してたから
ラストからこの7が連携取れる方がいいと思うんですよね。3が未通過やからこうやって間入ればなんとかなるけど、どうしたか右に大右行ったな。まあまあしゃあないですね。2番後ろ来そうですね。スライドで点数取るか駅玉を出しに行くか。この子と結構点数先取る方が強かったですね。スキャン8にタッチ点数取りそうですね。先に逃げるかな。1番通過やけどオンラインぐらいですね。素晴らしい。2番も通過。これ4の何が通ってるんか。あ違う、4の前かな。4結構 1.5 ぐらいまで10取ったら通れそうなんですよね。うわ右に行ったな。あーちょっと難しいなこれ。2番取るのは結構10よりラインいきましたね。多分逆斜めから先に9回収しようとしようかな。うまい。これで9取ったら5-7連携できそうですね。5を取れたらでかいんですけど、あ取る気やなこれも。大学の勝負師ですよこれは。すごっ。ただクソでかい。すごい。いやこれ難しいんですよねこのライン向きの。難しいですよねこれ。これなかなか難しいですよね。これもし取れんかったら5の連携つながらん場合があるんで、だいぶハイリスクやけど、取ったら逆にめちゃめちゃ強いですね。残り時間が6分ぐらいなんで、結構先行勝ち逃げパターン全然あるんで、あーこれちょっと良くないな。自分も通る。2番取って当ててって感じが。通れる隙間は、まあ、ありそうですね。うまい、うん、結構1点がでかいんですよね3ゲートも。なんだ行き場所が難しいな。でも1番とかですけどこれ重要が通れるんで、この辺に番通過。なんか嫌な距離。
9で。いいですね、これ。こっからうまいことやったら、なんか全然逆転できますね。これ7で9の2まで作れたら最高ですね。6は8の、まあ、8が3ゲート狙いながら当てるとこぐらいかな。よし、3番に立ち、いい立ちですね。この右にスライドして次も9から5に寄りやすいように当てるっていう。はい、次の試合コールします。1コートが9番と17番、2コートが10番と1番、3コートが11番と2番、あ、薄かった、4コートが12番と3番でお願いします。あ、これはちょっと痛いですね。5を取れたらいいけど、9は何点なんやろ。3ゲート遅れましたね。2点なんかな、1点なんかな。むずいな。8でもしこれ当てれば、まあ多分白の勝ちでしょうね。2点やったかな。じゃあこれ2なんかでかいな。それはでかいで上がりますかね。もう うわー、これはうまい。両方出した。ちょっと2番拾いな。はーい、いやこれは量が素晴らしい。この辺にいっか。点差がほぼなくなったんじゃないかな。白3ゲートと思ってるけど、上がりできたかな。まあでもあっこに4がいるんだよね。4の上がりで、こっちはこっちで3でいっぱい点数取れるんで、まあ3で4叩くんじゃないですかね。点数取った後に2は、まあ、いいとこですね。4が10スライドして2まで来たら。1番、5番タッチですね。じゃあ4まで、あと2分ぐらいかな。4で終わりそうなんで、ここ2点なら全然合わせてもいいと思いますけどね。これはちょっと1点2点大事ですね。いい試合ですね。これは多分点差つきじゃないけど、多分一緒ぐらいな気がしますよ。これはこういう試合見て楽しいですね。7は7何点や、7も1点か。ちょっと遠いけど、この1球の1点が大事なんで、これは通してほしいですね。うまい、7番通過。安定してますね、涼牙くん。これはうまい、涼牙うまいな。かっこいい顔してやることもかっこいいですね。これは最後は狙いますね。
回ってれば多分白勝ち、赤勝ちじゃないですか。うわー、当てた、かっこええ当てたな、これはすごい。これで4合わせたら、まあ、多分赤の勝ちじゃないんですかね。粘り球もあるし、逃げた結果取ってるし。あ、逃げちゃいました。これ多分4合わせたら赤の勝ちやと思うね。うん、量がすごかった。ロングが出た。最後。いやー、うまい。これで多分赤の、結構いい試合しとったね、これ。結構シーソーゲームで。これは4コーナーの白球になってますね。はい、大学もロングめっちゃ気に入ったしな。いやー、素晴らしい。いい試合。